皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、山にまつわる怖い話、その12、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。これは俺が調査員として事務所に所属していた頃の話。山とはちょっと違うかもしれないけど、山の中でのお話だったのでここで失礼します。その当時はストーカー関係の依頼が激増していた時期で、自分が先輩たちと担当したその案件も、ストーカー行為をやめさせてほしいという中年男性からの依頼だった。聞いたところ、ストーカーはその依頼者に、身体的な危害を加えたりするわけではないらしい。ただずっと後をついてきたり、家の周りに出没して監視しているだけだそうだが、奥さんがその話を依頼者から聞き、非常に怯えているのだとのことで、何か被害が出る前に食い止めたいとの依頼だった。早速調査に入り、依頼者を追尾しながらひたすらストーカーが現れるのを待った。しかし1週間経っても2週間経っても全くストーカーは姿を現さない。とりあえずストーカーらしき女性がまだ姿を見せていないことを依頼主に報告すると、ずっとついてきていたじゃないですか、と、強く食い下がった。しかし現に追跡中に撮影した映像にもそれらしき人物は全く映っていない。依頼主に多少の疑問を持ちながらも、我々の、とりあえずこのまま調査を継続しますか、との問いには、ぜひしてほしいとの返答だったため、調査は継続した。すると調査を継続して2日目に、ようやく依頼者を尾行するそれらしき人物が現れた。すぐに写真とビデオで撮影し、その夜に依頼者に報告すると同時に、先輩にその女性の方を尾行してもらったのだが、途中で見失い、結局相手の身元はわからず。我々の報告を受けて写真と映像を見た依頼者は、その女性です。と青ざめた顔でうなずいた。そして次の日もその女性は現れた。車を依頼者の家の近くに停めたまま依頼者の家を監視していたので、車のナンバーから陸運局に問い合わせるも、そのナンバーで登録されている車両は確認できないとのこと。まさかただのストーカーが改造ナンバーを使っているのかと妙な気もしたが、今度は俺と先輩で尾行を開始。車は県境にあるとある山に入っていった。山道であり、深夜ということもあり通る車もほとんどなく、走っている車はそのストーカーと俺たちの車のみ。すると途中で、舗装されていない山道の方にストーカーの車が入っていく。当然距離は空けていたものの、これは気づかれたかと思い、山道の入り口から少し離れたところで車を停車した。ストーカーの車が出てくる気配はない。俺は先輩に、仕方ない、車で入っていくと気づかれるから、徒歩で道が通じているのか確認してきてくれ。と言われた。正直そんな危険なことはかなり嫌だったが、少し藪の中を歩きつつその道沿いを歩いていくと、ストーカーの車が止められた一軒の家がそこにあった。家は風雨にさらされボロボロ。ほとんど廃墟だった。あの人、こんなところに住んでいるのか。家に電気はついていない。だが車は停車しているし、見たところここから先に道はない。本当にこんな家の中にいるんだろうか。しばらく藪に隠れて家の様子を伺っていると、突然家の中から、あいーい、という、凄まじい絶叫のような声が聞こえてきた。自分が動揺していると、再び、ヒゲゲゲ、ルーエゲ。やはり普通ではない、異常な絶叫だった。俺は何が起きているのかわからず、ただただ怖くてそのまま逃げて車に戻った。そして車までたどり着いたら、そこに先輩の姿はなかった。
車内で待機してたはずなのにどこへ行ったと思い、ちょっと先輩、どこにいるんですか?と声を上げた瞬間、ピリリリリ、と、無機質な携帯の着信音が、道路脇の茂みの中から聞こえてきた。え、と思い茂みを見ると、そこに携帯が落ちていた。それは間違いなく先輩の携帯だった。拾って出てみると、だだ、じゅ、けく、と声がしたと思ったら、すぐに切れてしまった。慌ててかけ直そうとすると、なぜか圏外になった。車内にいるはずの先輩がいない。携帯が茂みに落ちていた。今の携帯での通話。そしてさっきの家での絶叫。まさか、あのストーカーに連れて行かれて、殺されたのか。最悪の事態が俺の頭をよぎり、恐怖で足が震えた。本当に怖かった。よく考えれば、圏外であるにもかかわらずなぜか鳴った先輩の携帯。そしてどこからかかってきたかもわからない意味不明の電話。電話から聞こえてきた先輩らしき声。何かが起きたのは確実だ。もうパニックで、とにかく逃げようと思いながらも、先輩を見捨てることもできず、車の中でドアにロックをしてずっと泣きながら震えていた。そして、そのまま朝になっても先輩は戻ってこなかった。その頃には、ある程度開き直りのような気持ちになっていて、何があったのか確かめたくて、慎重にあの家へ向かった。家を見ると、あのストーカーの車はまだ停車したままだった。まだ家にいるのかもしれない。そう思いながら家に入ると、そこには何もなかった。というより、人が入ったような形跡すら全くなかった。しかし確かに、あの絶叫が聞こえたのは家の中からだった。不思議に思いながら家中を見て回っても、やはりただの廃墟。そしてストーカーの車を見てみると、その車自体もう何年も放置したように、車内は荒れ放題だった。そんなバカなと思って何度も確認したが、それだけだった。そのまま事務所に帰ることになった。先輩が何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとのことで、後日再び他の先輩と現場に向かったが、やはり何も成果はなかった。先輩の家族から失踪届が出されたものの、こちらも何の進展もなかった。なぜなら手がかりが全くなかったからだ。あのストーカーを撮影した写真やビデオ、すべてがなくなっていた。そして不可解なことに、あの依頼者の前にも、ストーカーが姿を現すことは二度となかった。一体あのストーカーは人間なのか、それとも幽霊だったのか、そして先輩はどこへ行ったのか、今でもわからないままだ。以上、長々と失礼いたしました。まあ面白かったよ、ありがとう。謎だな、先輩は依頼者の代わりにされてしまったとか。知り合いの話。冬山を単独登山していた時のことだ。激しい吹雪に見舞われて、近場の山小屋へ避難した。暖を取ろうとして燃やせるものを探しているうち、変わったものを見つけた。缶箱にスクラップブックと、十数枚の様々な宝くじが入っていた。それは年末ジャンボから小さな商店街のくじまで、実に多したようだったという。ブックの方は、どうやら宝くじの当選番号を閉じているらしい。何気なくパラパラと流し読みした彼は、あることに気がついて驚愕した。箱の中の宝くじは、どれもがその一等券商に当たっていたのだ。残念ながら引き換え期限は全て過ぎていたが、スクラップブックの一番最後には、手書きで乱雑な文字が書き込まれていた。くだらない。くじを燃やすのも不気味だったため、元あった場所に戻したという。特に怖い目にあったわけではないが、
吹雪が止んで早く小屋から逃げ出せるのを彼は心待ちにしたそうだ。くじか当選番号の切り抜きのどっちかが偽造だったとか、作った本人もどうせ換金できないしくだらないと。人間買うくじ買うくじみんな当たってしまったらやっぱり虚しくなってしまうものなんでしょうかね。いやじゃあくれよ。友人の話。天文ファンの彼は、何か天体ショーが起こると街の日が届かない山奥に行くのだそうだ。その日も、ある彗星を見るために車で出かけていたそうだ。撮影用の赤道儀をいじっている時に、ふと妙な現象に気がついたという。一部の星が何かに覆い隠されるように消えていくのだ。天を凝視していると、やがて巨大なものが、遥か高い空を飛んでいるのに気がついた。とてつもない大きさの五角形が、伸び縮みするように変形しながら、空を西から東へ流れていったという。慌てて写真を撮ったが、どれも真っ暗で何も判別できなかった。その後は一回も目撃できていないそうだ。友人の話。一人で秋の山野をハイキングしていた時のこと。午前の爽やかな空気の中、草原をゆったりと歩いていたそうだ。ふと彼の目の前に、赤トンボの大群が姿を現した。右も左ももはやトンボしか見えず、彼らの羽音しか耳に届かなかった。ひどく幻想的な情景だったと彼は言う。すると唐突に赤トンボの群れは過ぎ去り、あたりを見渡した彼は驚いた。見事な夕焼けが目に入ったからだ。トンボに包まれていたのはわずかな時間のはずなのに、すでに半日以上の時間が過ぎていた。虫も人を化かすことがあるのかな、彼は不思議げにそう語ってくれた。今はその草原は切り崩され、大きな大学が建設されている。トンボもその数をすっかり減らしてしまったそうだ。面白かったです。宝くじの話は何か新鮮な感じの話ですね。怖いより奇妙な話かな。俺が山小屋の水道管工事で同僚と某山に出向いた時の体験を話す。夏の暑い時だったんだが、その日は山の中ってこともあって結構涼しかった。だから作業も割と早く進んでた。だけどただ一つ気になることがあって、作業の合間に視界の端にチラチラと人影が見えるんだよ。こっちがそっちに視線を移しても誰もいないんだけど、間違いなく何か見えてる。一応同僚にも確認すると、そいつも見えているらしい。結局その後も続いたんだけど、また気配を感じた時に、ふと横の金属パイプに反射して何か見えることに気づいた。白いシャツを着た、男か女かわからないけど若い人。それがカクカクと、肩を上げたり下げたりしながらずっと立ってる。慌てて振り向いたけど、もう何もいなかった。で、その後車まで戻って引き上げるんだけど、車の横にある大木の上、多分7、8メートルぐらいはあったかと思ったけど、その上の方の枝に、白いシャツが針金で巻かれてぶら下がってた。洋楽バンドのセックスピストルズのシャツ。一応来る時にあたりは確認してるからそんなもの絶対なかったんだよ。同僚も首をかしげてたし、なんか気持ち悪かった。まあ体験としてはこれで終わり。幽霊も出ないしつまんなくてすまん。いやなかなか気味悪くて好きだよ。どっかのスレからのコピペ。神奈川県丹沢。写真部の貴重な財産は保存されてる膨大な量のネガフィルム。その中でも忘れることができないものもある。私がまだ駆け出しの頃の昭和45年6月、西丹沢を縦走中の東京の高校生グループが遭難し、女性と一人と、引率の先生が沢に転落し死亡するという事故があった。豪雨で現場へ入れず、二
ふもとで足止めされていた時、支局の記者が救助された生徒から一本のフィルムを入手した。直ちに写真展の暗室を借りて現像処理したが、プリントした写真を点検しているうちに、背筋が寒くなった。というのは、山頂での記念写真、途中のスナップ、いずれも亡くなった二人の表情は悲しげであり、ただの一コマも笑顔がなかったのだ。さらに遭難直前、鍋割峠の草津木を下るところでは、その女性とだけが祈るような姿で佇んでいるではないか。単なる偶然の一致なのか、それとも私の思い過ごしだったのか。今もってわからない。出典、神奈川新聞、1985年×××日。地味に怖いな。なんとも言えない後味の悪さ。私の知人に、山田という、マタギというか漁師の男がいた。専用の漁師ではなくて、本業を別に持っている季節限定漁師、というやつだった。私と彼は仕事を通じて知り合ったのだが、身元が割れると嫌なので、私の職業と彼の本業は伏せる。悪いが地名も伏せる。何年も前の冬、山田が連絡をよこした。当時山田の山にスキー場を作る話があって、山田は環境保護団体と一緒に建設反対運動をやっていた。と言っても、彼の持ち山ではなくて、あくまで漁をする山田。彼は私にもその運動に協力してほしいという。すでに山の北側に、スキー場を視野に入れた県道が走っていたし、今更どうこう言っても仕方ないような話だったのだけれど、どうも仕事に絡みそうな話でもあったので、土日を使って山田のところに行った。土曜日は山田の家に一泊して、一通り運動の説明を聞き、翌日予定地を見に行くことになった。翌朝はスキーを履いて出た。山田と二人で予定地を見て、軽く写真撮影をした。午後には山を降りる予定だったのだが、帰る前にいいものを見せてやると言われて、山田について、スキー場から少し外れた斜面に出た。山田は、ザックの中からパンツとかシャツを出して、持ってきたソリに縛り付けて斜面を滑らせた。ソリはかなり滑ってから止まって、上から見るとかなり小さくなっていた。しばらく下に行ったソリを見ていると、どこからか小学生くらいの背の高さをした、白い人がソリの周りに集まってきた。動物かと思ったけれど、それはどう見ても二本足で歩いていた。そいつらは、数が集まると団子状に固まってソリにたかっていた。スキー場作ったら、あいつらにみんな食われるぞ。山田はそう言っていた。怪奇現象かと思ったが、何せ真っ昼間のことだから、ただ呆然と見ていた。その後は別に何事もなく山田の家に戻った。当時の私は、仕事も軌道に乗っていた時期だったし、あれを見たことでややショックもあり、よくわからないことに関わるのはやめた。結局スキー場はできてしまったし、化け物が出たという話も聞かない。白い人ってパナウェーブじゃないの。パナの人は人間だろう。人は食わないだろうし、多分。友人の話。彼は小さい頃、よく実家の裏山にカブトムシを取りに行っていたそうだ。目星をつけた木を蹴飛ばし、落ちてくる虫を捕まえていたのだという。ある夏の日、いつも見た茎を蹴飛ばしていると、ドスンと、異様なものが落ちてきた。その大きさは、小学生だった彼の弟くらいもあったらしい。黒光りするトゲがびっしりと生えた足が、数えきれないほどうごめいていた。自分では起き上がることができないようで、足をわさわさ暴れさせている。慌てて逃げ帰ると、その話をした祖父にひどく怒られたという。何の申し訳もなしに古い木を蹴飛ばすからそんな目に遭うのだと。
以来彼は気を蹴る前に、ごめんね、と一言謝るようにしたのだという。知り合いの話。彼は今はもう使われていない小さな火葬場で働いていたそうだ。その火葬場は小さな山を登り切ったところにあり、訪れる者もそうそう滅多にいなかった。それがいつの頃からか、変わった客が顔を出すようになったという。仏が焼かれる時に、焼き場の周りを猫がぐるりと囲むようになったのだ。そのうちに猫たちは、仏が出る前から集まってくるようになった。猫の集まり具合で、近いうちに死人が出るなと判断できたくらいだったという。そのうち火葬場が閉鎖されると、猫たちが集まることはなくなった。猫が死者を送っているように見えたのがとても不思議だったと彼は言っている。果たして、本当に猫は死者を送るために集まっていたのだろうか。そういや昔は葬式の時には猫は絶対家には入れないと教えられたな。何でも猫は人の魂を食らうとか。友人の話だ。単独登山を好む彼は、よく山中の無人駅や廃駅を宿にしていたらしい。その夜も、ある単線の廃駅でまどろんでいたという。真夜中を過ぎた頃、澄んだような何かの音が聞こえて目が覚めた。リン?という鈴の音だった。しばらく耳を澄ませたが何も聞こえず、気のせいかと思い始めた時、リンリン、リンリン。急に連続した鈴の音が、ガランとしたホームに響き出した。身を固くした彼は、向かいのホームの屋根の上に誰かいることに気がついた。長い髪の女が突き押せにして、激しく頭を振っている。頭を振るたび鈴の音がリンと響く。凝視していた彼は、不意に自分が間違えていることを悟った。女は屋根の上に立っているのではなく、建物の裏側に立っていたのだ。一体あれは、何頭身あるのだろうか。顔の大きさが普通なだけに、とんでもなく異様な感じを受ける。やがて女の体はぐっとしなり、彼の目の前まで顔を突き出してきた。目に瞳孔はなく、口が耳元まで裂けていた。どうやら彼はそこで失神したらしい。目を覚ました時はすでに夜が明けていた。前夜の出来事を思い出させるものは、何も残っていなかったそうだ。俺も山奥にキャンプに行った時にプラスチックかなんかで作られた3メートルくらいの手作りのマネキンがあってしょんべんちびりそうになったわ。親父から聞いた話をふと思い出した。俺の故郷にあった火葬場に昔勤めていたじいさんの話。その火葬場は小高い山の上に立っていたんだけど、遺体が運ばれてくる前日に、死人の魂が生前の姿で、火葬場に続く坂道を登ってくるのが見えたらしい。この方は突然心臓麻痺か何かで亡くなられたんじゃないか。坂道を元気に駆け上ってきたからな。苦しそうに胸を押さえてらっしゃった。おそらく結核だろうな。そうやって死因を言い当てたそうだ。腹を押さえてると胃がんとかか、病気はいいとして事故で亡くなった人とか自殺者の場合どう見えてたんでしょうね。ちょっと透過してみる。一応2ヶ月ほど前の出来事なんだが、現実味は薄いんで話半分程度に聞いてほしい。個人的には数年後が心配な話なんだが、俺の田舎は四国。あまり詳しくは言えないけど、高知の山のそのまた山深い小さな集落だ。田舎といっても、祖母の故郷であって親父の代からずっと関西暮らしで、親類縁者もほとんどが村を出ていたために長らく疎遠。そこには俺が小さい頃に一度行ったっきりで、足の悪い祖母は20年は帰ってもいないし、取り立てて連絡を取り合うわけでもなし。とにかく全くと言っていいほど関わりがなかった。成長した俺は免許を取り、
ボロイデミオで大阪の街を乗り回していたのだが、ある日、どこぞのバンが横に突っ込んできてあえなく廃車となってしまった。貧乏な俺が泣く泣く車生活を断念しようとしていたところに、例の田舎からの連絡が入った。本当に偶然に、近況報告みたいな形で電話してきたらしい。電話に出たのは親父だが、俺が事故で車を失った話をしたところ、車を一台処分するところだったといい、なんならタダでやるけどお前いらないか、と、向こうから言ってきたんだそうだ。親父はほとんど勝手に話を進めており、俺が帰宅した時に、新しい車が来るぞ、と親父が言うもんだからマジでびっくりした。元々の所有者の王子が随分年を食って、狭い山道での運転は危なっかしいとの理由で、後日本当に車が届けられた。俺が言うのもなんだが、俺の元の車より断然こっちの方がボロい。やってきたのは古い古いマーク2だった。それでも車好きな俺は逆に大喜びし、ホイールを入れたり程よく車高を落としたりして、自分の赴くまま遊んだ。俺はこのマーク2をとても気に入り、通勤も遊びも全部これで行った。その状態で2年が過ぎた。長くなったが本題はここからである。車の元々の所有者だった王子が死んだのだ。連絡は来たのだが、一応最低限連絡だけよこしましたみたいな雰囲気で、死因を話そうともしないし、お通夜や葬式のことを聞いても、何か終始茶を濁す感じで、そのまま電話は切れたそうだ。さすがにこうあっては久々に帰ろうかとの話も出たのだが、前述の通り祖母の足も悪いし、両親も専門職でなかなか都合もつかない。元より深い関わりもなかったし、電話も変だったのでその場はお流れになったのだが、ちょうど俺がいろいろあって退職するかしないかとの時期で、要するに暇であったのだ。これも何かのタイミングかと、俺が一人で高知に帰る運びとなった。早速、愛車のマーク2に乗り込み高速を飛ばす。夜明けぐらいには着けそうだったが、村に続く山道で深い霧に囲まれ、どうにも日地も察地も行かなくなってしまった。多少の霧どころじゃない。ひどい濃霧で前も横も全く見えない。ライトがキラキラ反射してとても眩しい。仕方なく車を止め、タバコに火をつけ窓を少し開ける。うっそうと茂る森の中、人の気配もない狭い道で、一人暗闇と霧に巻かれているのがふと怖くなった。なんとなくカーステを絞る。何の音も聞こえない。いつも人と車で溢れる大阪とは違い、ここは本当に静かだ。マーク2のエンジン音のみが響く。何か聞こえる。あ、アム。何の音だ。急に不可解な、子供のような、妙に高い声がどこからともなく聞こえてきた。カーステをさらに絞り、少しだけ開いた窓に耳をそば立てる。あ、アモ、あ。やはり聞こえる。しかも声が近づいてきている。なおも霧は深い。急に怖くなり窓を閉めようとした。見つけた。俺の体がこわばった。なんだ今の声は。左の耳元で聞こえた。外じゃない。車内に何かいる。ああ。あ。子供の声色だ。はっきり聞こえる。左だ。車の中だ。あも、あむ、あも。何を言ってるんだ。前を向いたまま前方の霧から目をそらせない。局面のワイドミラーを覗けば、間違いなく声の主は見える。見えてしまう。やばい。見たくなかった。あも。左耳のすぐそばで聞こえて、俺は気を失った。おい、大丈夫か。外から知らんおっさんに呼びかけられ、はっと目を覚ました。時計を見ると、朝の8時半。
とっくに夜は明け、あの霧も嘘のように晴れていた。どうやら後続車が俺が邪魔で通れないようだった。大丈夫、すぐ行きますんで。どうもすみません。なんとかそう言ってアクセルを踏み込む。朝の明るい車内には、もちろん何もいない。疲れてて夢でも見たのかな。あれが何言ってんだかさっぱり意味わかんなかったし。ただ、根元まで燃え尽きた吸い殻がフロアに転がってるのを見ると、夢とは思えなかった。到着した俺を、大おばたちは心よく出迎えてくれた。電話で聞いていた雰囲気とは打って変わって、とてもよく喋る。王子の葬式が済んだばかりとは思えないほどの元気っぷりだった。とりあえず線香をあげ、茶を入れてもらって世間話をした。道が狭かったでしょう。朝には作って聞いてたけど全然来ないもんだから、崖から落ちちゃったかと思ったわ。いや、それがですね、変な体験しちゃいまして。今朝の出来事を話してみたが、途中から不安になってきた。ニコニコしていた大葉たちの表情が、目に見えるように曇っていったからだ。モリモリ様だ。まさか、じいさんが死んで終わったはずじゃ。モリモリ様、なんじゃそりゃ、冗談か。あんたもう帰り。帰ったらすぐ車は処分しなさい。なんだって、いきなり何言ってんだ。それに来たばっかりで帰れだなんてあんまりだろう。どういうことか理由を問いただすと、大葉たちは青白い顔でいろいろと説明してくれた。俺はモリモリ様に目をつけられたらしい。モリモリとは、モリ守りと書くという。モリモリ様はその名の通り、その集落一帯の森の守り神で、モリモリ様のおかげで山の恵みにはこと欠かず、山肌にへばりつくこの集落にも、大きな災害は起こらずに済んでいるそうだ。ただしその分よくたたるそうで、目をつけられたら最後、魂を抜かれるそうだ。魂は未来永劫モリモリ様に囚われて、森の肥やしとして消費される。そういったサイクルで、不定期だが、だいたい2、30年に一人は地元の者が被害に遭うらしい。とは言っても、無差別に生贄みたいなことになるわけではない。モリモリ様は森を荒らす不浄なものを嫌うらしく、それに対して呪いをかける。その対象は獣であったり人であったり様々だが、とにかくいらんことした奴の前に姿を見せて、子供のような声で呪詛の言葉をかける。姿を見た者は3年と経たず取り殺されてしまうらしい。そういう存在なのだそうだ。今回の場合、王子が2年前にやられたらしい。それもあのマーク2に乗っている時にだ。モリモリ様を迷信としか思っていなかった王子は、山に不法投棄している最中にその姿を見たそうだ。方法の手で車を走らせ逃げたそうだが、ここ最近は毎晩のようにモリモリ様が夢枕に立つと言って、ある日大葉が朝起こしに行くと、心臓発作で死んでいた。だが王子だけでなく、おそらく車自体も狙われており、それに乗って山を通った俺もたたられてしまった。というのが、大葉たちの説明と見解だった。そんな荒唐無稽な話を信じられるはずもなかったが、昨夜の出来事を考えると、自然と体が震え出すのが分かった。何より大葉たちの顔が、真剣そのものだったのだ。その後は大葉がどこかに話をつけたのか、白い服を着た老婆が現れた。聞くところ、そいつは村一番の年長者で事情通らしいが、そのババアも大葉たちと大体同じような見解だった。どうにもならん。かわいそうだが諦めておくれ、と言い残しさっさと帰っていった。俺が来た時の明るい雰囲気はどこへやら、すっかり嫌な感じの重苦しい空気が漂っていた。すまない、
お父さんが連れて行かれたからしばらくは大丈夫やと思ってたんやが、すまないすまないと、みんなしきりに謝っていた。まあ勝手に来たのは俺だし、怖いからそんなに頭を下げるのはやめてほしかった。王子が車を手放したのも、歳が云々ではなく、単純に気味が悪かったのであろう。そんな車をよこした王子には心底ムカついたが、もう死んでいるのでどうしようもない。とにかく、急にこんな話をまくし立てられても、俺としてはただ頭が混乱してほとほと困ったが、呪詛の言葉をかけられた以上どうしようもないそうなので、俺は日の明るいうちに帰ることになった。向こうとしても、俺のようなよそ者が出会った話は聞いたことがないそうで、姿を見てない今のうちに関西へ帰って、車も捨ててしまえばモリモリ様も手を出せないのでは、という淡い期待もあった。どうやら姿を見てないというのは幸いしているらしい。大場の車に先導されて市内まで出て、そこで別れて俺は一目散に関西へ帰った。言うまでもないが、二度と来ちゃいかん。このことは早う忘れなさい。そういう大場は真顔だった。帰った後、すぐにマーク2は処分した。こんな話を本気で信じているかと言われたら、多分7割ぐらい信じてない。家族にも話してみたし、親父は直接あっちと電話もしたそうだが、それでも信じてないというか、いまいち理解できない様子だ。肝心の祖母は、もうボケてきてどうにもこうにもならない。気がかりなのは、村を出る道すがら、山道で前を走る大場の車の上に乗っかって、ずっと俺を見ていた子供、あれが多分モリモリ様なんだろうな。なかなかに壮大な話ありがとうございました。先輩の話。彼のお父さんの実家は山奥の小村で、すでに廃村となっている。そこの村人の多くは、狩猟で生計を立てていたそうだ。珍しいことに、狩人たちは獲物を正式な名前で呼ばず、村独自の呼び名をつけていたという。鹿やウサギなどは4つ。猿は2つ。イノシシだけは別格であり、クジラと呼ばれていたらしい。鳥には特別な呼び名はなかったそうだ。ある早朝、お父さんの家に村中の狩人が集まったのだという。何やら深刻そうな顔で打ち合わせをし、皆で山に入っていった。お父さんはまだ幼かったが、ただ一つ覚えていることがあるそうだ。蜜が出た。このセリフが繰り返し述べられていた。夕方、山に入った狩人が帰ってきた。漁は成功したらしいが、なぜか獲物を誰も下げていなかった。奇妙なことにみんな帰ってくるなり、塩をまいてお清めをした。それから間もなく、村人は村を離れ始めたという。村が廃れるまで、そう長い時間はかからなかった。あの日狩人たちが何を買ったのか。お父さんはずっと気になっているのだそうだ。蜜は三本足の何かなんでしょうが、一体何やら。三本足といえば日本神話のヤタガラスや、中国神話の三本足の亀なんかが思い浮かびますが、蜜は何か獣系の感じがしますね。なんかスフィンクスの謎かけみたいだな。何かの昔話には三本足の鶏がいたよね。友人の話。地元で登山大会が行われることになり、彼も山道の整備を手伝っていた。道を塞いでいる倒木を片しているうちに、彼は誰かに背中を叩かれた。次の瞬間、ひどく突き飛ばされて前のめりに倒れてしまう。誰だ、と起き上がると、黒く大きな手が握り拳を作っているのが見えた。手は背後の木の幹から生えていた。慌てて逃げ出したが、他のメンバーにはそのことを話せなかったという。しかし大会直前、ルートが急に変更され、
その木のあった道は使われないことが決まった。やっぱり何かあったんだ。そう思ったが、結局何があったのかは聞けなかったそうだ。知り合いの話。会社の慰安旅行で、山中の温泉街に出かけた時のこと。思っていたより大きな町で、小さいながら風俗店もあったのだそうだ。宴会が終わると、同僚たちと早速出撃したという。さほど期待していなかったのだが、思いがけず若い相手がついてくれて喜んだ。しかしいざ入浴する段になって、彼は急に尿意を覚えたらしい。ビールを飲みすぎたなと思い、相手に断ってトイレに向かう。が、トイレに入った彼は、その場で硬直してしまった。ついさっきまで自分と談笑していた相手が、目の前の便座に座っている。彼女は泣きながら手首を切っていた。鮮やかな赤色が、彼女の半身を染めていた。慌ててドアを閉めると、どうしました?と声がかけられた。女の子がタオルを持って、不思議そうな顔で彼を見ている。ふと前を見返すと、もう何もいなかったそうだ。見てはいけないものを見たような気がして、彼は何も言えなかったという。未来の彼女の姿だったのか。何か後味の悪さを感じますね。そういえば、一つ高野山での体験談を思い出した。俺が高野山に住んでいた時、こんな噂話を聞いた。いわく、昔、坊主専用の車が山のどこかにあった。その車は終戦後取り潰されて廃墟になったが、今でも形を保っている。そこはとんでもなく危険なところで、何が出るかは知らないが、行ったら正気では帰ってこられない、と、ものすごく好奇心をそそる内容だった。当時寮生だった俺は、ある夏の休日に、寮の後輩を無理やり引き連れて、噂の廃墟へと向かった。と言っても、廃墟の場所は正確にわからないから、ちょっとした冒険気分で山の中に入っていったんだ。それが甘かった。高野山の山の中って、同じような木が同じように生えているばかりで、一度迷ったら、なかなか現在位置がわからなくなるんだよね。面白がって細い獣道ばかり選んでいた俺らは、アホなことに、それこそ一瞬にして迷った。帰り道どころか、今どの山を歩いているのかもわからない。歩けば歩くほど、より奥に迷い込んでいく感じだった。いよいよ日も陰り始めてきた頃、誰かが、迷ったら尾根に出ろと聞いたことがあると言い出した。多分どこかでの聞きかじりだったのだろうけど、一面木に囲まれているよりは、確かに周りが見渡せる方が現在地を正確に確認できる。俺たちはとにかく上に向かって登り始めた。それからどのくらい登ったのか、ようやく尾根らしきところに出ると、やっと周りを見渡すことができた。遠くに大きな町と、反対側の近くに小さな町。あれは奈良で、反対側は九度山か、と推理しても、現在地は漠然としかわからなかった。その時はもうみんな疲れ切った上に空腹で、喉も限界まで渇いている。とにかく尾根沿いに歩くしかないと、遠くに見える町の方に歩き出した時、後輩の一人が、水、水がある、と叫んだ。立ち止まり耳を澄ますと、確かに水の流れる音がする。川のような匂いも漂っている、近くに沢があるのか。とにかく喉が渇いていた俺たちは、水の音に向かってダッシュした。5分ほど藪を踏み越えていくと、いきなり周囲の景色が開けて、驚くくらい大きな川が流れていた。大きな川といっても、幅は5、6メートルくらいだったのだけど。だがとにかく水があったことで、みんな飛び跳ねて喜んだ。持っていたコンビニのビニールに水を汲もうとする者もいたが、
俺はとにかく水が飲みたかったから、水を両手ですくって、そこで固まった。おい待て、この水飲むな。いきなり声を荒げた俺に対して、不満そうな後輩たちの視線を受けながら、俺は川底を指さした。その川は岩盤の上をずっと水が流れているのだが、水底の岩の色が普通じゃなかった。真っ赤。これ以上ないくらい赤い。上流まで、ずっと鮮やかな赤だった。あまりに鮮やかな赤い川を見ながら、みんなが同時にあることを思い出していた。昔々、探査とか探とか呼ばれて、万能薬とされていた鉱物があったと授業で聞いた。お大師さんも高野山から京都にその薬を持ち込んでいたらしい。でも実際は人体にとっては毒物でしかなかったという。おそらく水に混じって流れていたのは、岩盤を赤く染めていたのは、その万能薬、要するに硫化水銀。硫化水銀の赤色。毒も気持ち悪いけど、それ以上に何か触れてはいけないものに触れたようで、全員がそこで固まってしまった。川底の岩盤は、上流に向かってより赤みを増しているようだった。登山の常識としては間違いだと聞いたけど、俺たちはそのまま沢を下ることに決めた。2時間ほど歩いて、偶然にも小さな村落に出て、俺たちは親切な農家のおじさんの軽トラで、最寄り駅まで送ってもらうことができた。そういえば狩猟草にとって一番恐ろしいことは、山中で属世間の人間と出会うことだと聞いたことがあるな。属世に心が移ってしまうからだとか。ところで、山で出会う妙なものには鉄砲の弾は効かないのかな。何かの本で、南無阿弥陀仏と書いた鉛玉は妖怪に効果があったとか読んだことがある。漁師は一生に一度しか使えない魔性のものにも効く、命玉というものを常に身につけているという話を民話で読んだことがある。あとは海外でも悪いものには銀の弾丸を使うっていうのも有名だね。そういえば以前、比叡山のお坊さんがテレビに出て話をしてましたが、その人が小僧さんの頃に寺院から別の寺院へのお使いに出されて、自分の後ろから何かついてきたなと思っていたら、ついた先の寺院で二人分のお茶が出てきたりしたって語ってました。便所の鏡に知らない人が映っていて、振り向くと誰もいないこともあったそうです。狩猟していても怖かったって言われてましたね。高野山も比叡山もやっぱり独特の雰囲気ってあるね。とある知人の実家に泊まった時に聞いた話です。彼の実家はとある地方ののどかな田舎町にあり、美味しい湧き水が流れる小高い山に連れて行ってもらいました。その山は県が管理しているそうで、車道も完備され、山の上の方には公園もあり、公園から町が一望できました。右側に森が広がっており、木々の間に赤い鳥居が見えたので、知人に案内してもらえないか尋ねたのですが、あまり行きたくない場所だというのです。知人によると、それはカッパを祀ってある小さな神社だということでした。昔はカッパが村によく現れて、川魚を運んでくれたり村人と遊んだりしていたと言われているそうです。しかし裏伝説があり、そのカッパというのは、口減らしのために、親に殺された子供たちの霊だとも言われているのだそうです。子供は岩で頭を打ちつけられ殺され、その子供たちのたたりを鎮めるために神社が建てられたのだと。当時、村の土地の大半を所有していたお屋敷に、生まれながらに頭のてっぺんが平らにへこんだ子供が生まれた。頭だけでなく、手足に水かきのようなものがあり、日に日にその姿はカッパに似ていった。母親はそれでも可愛がっていたが、父親や兄弟たちは忌み嫌い、その子供の存在を隠すため、
座敷牢に閉じ込めて育てた。ある夜母親が子供を座敷牢から出してやると、子供はたちまち父親や兄弟たちを噛み殺してしまった。その後その子供は行方知れずになったが、それから村人の子供が、同じような殺され方で多数死んでしまい、たたりだと恐れた村人たちは、鳥居を作り、過去に殺された子供たちの霊を供養した。以後子供が殺される事件は起きなくなった。知人はこの話を信じているわけではないと言いましたが、子供の頃、その神社で遊んでいた時に、誰もいないのに髪の毛を引っ張られたり、遠くから子供の泣き声が聞こえてきたりと、いろいろ奇妙な体験をしたそうです。ある日鬼ごっこをして帰宅し、泥だらけになった T シャツを脱ぐと、小さな手形が背中のところに3つついていて、その手形の指の間に、水かきのようなものがあったそうです。このことがあってから、神社には近づかなくなった、ということです。続く。